お名前 MC アターさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。僕とラブライブのとの出会いはスクフェスです。スクフェスからラブライブを知り、その後キャストが実際にライブをやっていることを知って驚きました。一番最初に見たのはミューズのビフスライブの視聴動画だったと思います。そこから一気にハマりました。皆さんはラブライブとの出会いの瞬間を覚えていますか、といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。出会いの瞬間どうですか皆さん。ラブライブとの出会い、でも私は普通に1話を見て、おリアルタイムで、リアルタイムで見て、あのほのかちゃんの歌声を聞いて、あ見ようってなりました、ね、テレビアニメから、はい、アニメからで、ね、その時は本当にほぼほぼのアニメを見るという生活をしてたのですごいですね。なるほどね。そうなんです、出会いました。そこでアニメで。アグポンどうですか。あ、私はリアルタイムではなかったんですけど、再放送かな、うん、再放送があって、でその時期にすごく声優の仕事とかアニメにめちゃめちゃ興味があって、私も何が何でも全部1回は見るみたいな4話まではしっかり見るみたいな生活してて、そのやっぱ続いたのはラブライブっていうのを見ましたね。アニメから。はい、うん、どうですかリエラちゃんたち。私は小学校の時の友達ですね。クラスメイト。小学校ね。はい。言ってたよね。そうなんです。すごいよね。その子めちゃくちゃびっくりしてると思う。だよね。だよね。教えといてよかったみたいな。結構クラスみんな好きだったので、ラブライブシリーズのことが。でそこからハマ、曲を聴いて、そこからザーッと入っていきました。はい、リエラだからね、すごいよね。なぎちゃんどうですか、ラブライブとの出会い。私ミューズさんの紅白歌合戦で初めて見て、おーってなったのがきっかけですね。紅白か。紅白です。うわー懐かしい。こうやって夢が広がっていくんだね。どん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 つながっていくんだね。いっちゃんはちなみにラブライブと、ね、私はスクフェス、実は聞いたことない。でなんだこれ曲がめちゃめちゃいいぞと思って、うん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 、そこから曲を聴くようになって、でアニメを見出してっていう感じです。なんか、うん、ラブライブって本当いろんな窓口っていうか、うん、ゲームだったり、うん、アニメだったり、うん、歌ライブ、あと絶対ミューズさんのライブ見ると泣くんだよね。わ、うん、かる。そう、ずっと泣いてる。ずっと泣いちゃうよね。あ、本物がいるってずっと泣いちゃうね。なんだろうね、これはなんかラブライブの凄さっていうか、うん、夢を叶えていっている様を、自然と本当にその世界に入れちゃう感じがしますね、うん、ね。ちなみにフリは、あ、私もスクフェスなのに。スクフェス、うん、そう、うん、やったりして、そこからやっぱりスクフェス、アニメ、ライブっていうので、皆さんはどのタイミングでラブライブを好きになりましたか、ね、え小1でとかコメントありましたよ。すごい、今何歳、いくつに。ラブライブも10周年ね、なって、本当になんか小学校だった人が中学に上がってだったり高校に行ってっていうのをメールでいただいたりもして、すごく広がりだったり成長を感じております。ね、皆さんなくてはならないものですので、本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。ということで皆さん、たくさんのメール本当にありがとうございます。これからもどんどん送ってきてください。